幌駅前藤本の格論。動画をご覧の皆さん、こんにちは。文章アドバイザーの藤本健一です。この、藤本の格論という動画チャンネルではですね、私藤本健一が、普段考えていること、思っていること、また感じていることについてをざっくばらんにお届けしていこうという、そういったチャンネルでございますので、ぜひお気軽に聞いていただければと思います。今回のテーマはですね、猛暑の札幌、夏物好調という、あの北海道、これは日経新聞の記事を紹介していきたいというふうに思っています。今年北海道異常に暑いですよね。はい、うちも家がですね、本当にサウナのようになってて非常に怖いですよね。でなんでそうなってるかというと、北海道の家って割とですね、冬に強くするためにですね、はい、保温性が高いんですよね。だからこそ熱が外に逃げないと、そういうのが全部悪い意味で出てるのが今の夏のところですよね。でおまけにエアコンがついてない物件が多いですよね。うちの家もそうなんですよ。なかなか本当に夜大変ですよね。こういう話をですね、知り合いに言ってると、意外と知り合いの家は結構古い築年数でボロいところに、なんか知らないけどエアコンがついてたとか、そういう理不尽な状況があるから非常にいいなというふうに思っています。今ですね、実はあの扇風機とか夏物の、なんですかね、冷房器具とか、そういうのって恐ろしいほど売り切れ連続してますよね。私もヨドバシカメラさん、あの事務所の前にあるんですけど、行くんですけども、しょうもないような扇風機でさえも売り切れって書いてあるんですよね。許せないですよね。なんでこんなになくなっちゃうんだろうっていう。というか、こんな暑くなるって分かってるわけですよね。分かってるのは、もうちょっと仕入れるとかできたんじゃないかなっていうふうに思っているわけなんですけれども、まあ、ともあれ、まあ、ビアガーデン扇風機とか、いつも以上にですね、人が多くなっているわけですよね。で、おまけにですね、それが百貨店やタクシー会社にも恩恵をもたらしてるらしいですよ。だから実際、大丸札幌店だとですね、本当にあの暑い屋外より涼しい百貨店に親子連れで遊びに来ている人も多いというふうに言っています。また、ビアガーデンでもですね、本当に涼しいなっていうことで、涼みたいってことで結構来てらっしゃる人が多いようですね。で、私自身ですね、こういう状況を見ているとですね、もう本当に札幌もだんだんですね、夏というのをもっと意識しなきゃいけないなっていうふうに思ってきています。まあ、うちのですね、家はストーブは初めからついているんですけれども、エアコンがついてないですよね。で、エアコン付きの物件っていうのも結構珍しかったんですよ。これからもっと普及していくだろうなっていうふうに思います。そうじゃないと住めないわけですからね。で、これ何かというと、まあ、状況が変化するんだったら、それをなるべく早く対応していくのが大事ですよということですよね。例えばこれだけ暑くなっているにもかかわらず、私があの家を引っ越すときはやっぱりエアコンなしの物件にしちゃったんですよね。はい。なんでかというと、まあ、多分大丈夫だろう。そう、多分大丈夫。で、毎年そうだったから今年は大丈夫だろうって、そういうことじゃないわけですよね。何事も先を読むっていうのはすごく大事です。で、先を読めるというものっていうのは実はですね、世の中にいろいろあるんですよね。まあ、ドラッカーとかいろんな本とかあるんですけれども、一番ですね、先を読みやすいのは実は人工動静なんですよね。なぜかというと、人が急にですね、明日になるとめっちゃほとんど死ぬとかそういうことはないわけですし、明日になったら出生率が急になんか4、今だいたい 1.5 とか 1.3 ぐらいなんですけども、それが急に2まで回復するとか4まで回復するとかないわけですよね。ってことは、人工動静は先が見えているわけですよね。で、こういう気温とかはまだ読めないと。で、まだ読めないところでも、まあ、いざ暑くなるとみんな、なんですかね、扇風機買うとか、クーラーがめっちゃ売れるとか、ビール買うとか、そういうことになるわけじゃないですか。でもですね、先もっと読めているものについて、意外とみんな何もやってないんですよね。例えばそれが北海道の人口ですと。例えば、未来の地図帳という、本が、あ、未来の、なんていう、地図帳か。未来の地図帳っていう本があります。未来の年表っていう新書もあります。あれどっちも私読んだんですけれども、その本なんか出てくるのが北海道の人口がどうなるかって話が出てくるんですよ。これはすごく面白いですよね。まあ何かというと、今の北海道人口は2015年で530万人ぐらいなんですよね。で、これ兵庫県と同じぐらいだったりするわけですよ。で、そこの中でですね、2045年、つまりそこからですね、30年経つとどうなるかというと、400万人なんですよね。で、130万人人口が減るわけです。っていうのは実はもう分かってるわけですよね。130万人人口が減るっていうのはもう分かっているし、なおかつですね、その130万人ってどれぐらいのインパクトかというと、今の政令指定都市で言うと、埼玉市ぐらい。まあ、いまいちピンとこない人もいるかもしれませんが、130万人人口が減るって相当なことだっていうのは多分お分かりいただけると思うんですよね。で、それぐらい人口が減ると。で、減るって分かってるんだったら、それに対応する準備をそろそろしていかないといけないわけですよね。あるいは人口が減ることを見越した上での、まあ、サービスであるとか、あるいはこれからの生き方を考えていくって大事なんです。でもなかなか人々ってなかなか意識って変わらないんですよね。北海道は涼しいところだからエアコンはいらないだろうっていう思い込みは今ずっと来たからこそ、まあ、急に買う人はいても、まあ、今年あと何日かしたらもう乗り越えるだろうっていうことで、まあ、今年を過ごして来年また暑い思いをするっていうことは多分あるわけですよね。まあ、人間、慣れ親しみの信頼というものがあります。
これ何かというとですね、まあ、ね、普段伝わっていると信頼をしてくるわけですよね。今日も昨日がこうだったから今日はこうだろう、今日こうだから明日はこうなるだろうみたいに、日常がずっと続くというふうなものがそういう慣れ親しみの信頼だったりするわけです。でそういったものっていつか崩れていったり、あるいはそもそも前提が崩れつつあるということは意外とみんな気づかなかったりするわけですよね。それが要は、ゆで鍋っていうのかな、はい、その沸騰している水の中にいるカエルの話、ちょっとずつ温度が上がっていくとカエルというのはですね、全然わからないまま知らない間に茹で上がってしまう、つまり死んじゃうってことになると。で今の世の中の変化っていうのも実はちょっとずつ毎日変化しているわけですよね。で人口っていうのもですね、急に減ったり、今日は明日で急に減ったりはしないんですけれども、30年経つと400万人まで減るでしょうというふうに言われています。もちろんこれにはですね、例えば、まあ、人口が減るからこそ逆に都会から人がやってくるっていうふうなところもあるかもしれませんし、急にですねこの後何か大きな動きあるかもしれないんですけど、現状の予測でいうと400万人まで減ると。で減るって分かってるんだったら何らかの準備をしなきゃいけないわけですよね。で人口動静っていうのは絶対これは読みやすいものなので、それはおそらくほっといてもそうなるわけじゃないですか。だったらどういうふうな対策ができるかを今考えていくって大事です。これは自分の生き方もそうですし、自分のビジネスを考えていく上でも大事ですよね。まあ、30年後、まあ、例えば今30歳の人で60歳になっているわけですよね。でその時多分まだ生きてるんですよ。で生きてる時にどういうふうな生活をしたいかっていうのを考えておくってすごく大事なわけです。今と同じ日常がずっと続くわけじゃないんですよね。ちょっとずつ変わっていくと、それこそ今まで夏は涼しいと言われた北海道もだんだん年々ちょっとずつ暑くなっていって、もうエアコンなしだとどうしようもないみたいな形になっているわけですよね。そういう現状を見た上で対応していくっていう力が今後ますます必要になってくるんじゃないかなというふうに思います。で私自身もですね、まあ、今後の北海道を考えると175市町村っていうのは多すぎるなって思っています。まあ、市町村の中にはですね、人口1000人切ってるところもあるんですよね。でそういうところでさえも町議会議員っていたり、村議会議員がいたりするんですよ。で歌しない市みたいに2000人台まで減っちゃっている市もあるわけですよね。本当に市のままでいいのかって、そういう問題もあるわけじゃないですか。でそういう状態でも、例えば今の日本の政策ですと現状の自治体を残し続けるみたいな感覚になっています。でも本来でいうと、もっと広域合併とか広域連携進めていかなきゃいけないところもありますし、場合によってはですね、市町村って単位も北海道だとちょっと広すぎるのか、意味ないのかもしれないなっていうふうに思います。それぐらいですね、例えばラディカルに考えていかないと、ちょっと北海道って今後やばいんじゃないかなっていうふうに思っているわけですよね。まあ無論これは私が今札幌にいるからってこともあると思います。私が地方に住んでいたらですね、その街がなくなるってやっぱ許せないと思うと思います。でもですね、人口400万人まで減るっていうことは、今の市町村の数だや多分維持はできなくなってくるわけですよね。あるいは人が全くいない場所って作らないと、もう回らなくなってくるところもあるかもしれません。であれば、ちょっと今の間からちょっとずつ進めていく動きが必要なんじゃないかなっていうふうに思っているわけですね。これ例えば北海道全体でビジネスをする場合もそうです。人口が530万人か400万人まで減るっていうことは、その分ビジネスチャンスが2割減るとか、そういった形になるわけですよね。そういう場合に何が必要とされるのかっていうのはやっぱり考えていかなきゃいけないなというふうに思っています。まあ、だからこそ北海道って枠を超えて、もっと外からお金を集めてこれるようにする、あるいは北海道からどんどん外に出て、外で稼いで北海道にお金を送るみたいな、そういった仕組みもできたらいいのかなっていうふうに思っているわけですよね。ってことで、まあ、これからですね、変化が起きるというふうに予測できているのであれば、それを今の間から準備していくってすごく大事なことだと思うんですよ。前もですね、財務省の出した2000万円、老後には2000万円貯蓄がいりますよみたいな話が結構紛糾していますけれども、あれはですね、まあ、豊かな生活を送るとかそういったことを考えると2000万円あった方がいいよねという話です。でこれは別に2000万円ないと不幸になるってことじゃないですよね。2000万円が嫌なんだったら別になんかその貧しい中でも暮らせばいいわけで、どちらにしてもその国の年金制度というものが全部を保障してくれるっていうのはさらさらなかったわけですよね。何かというと、まあ、国民年金しか入ってない人も一定数いるわけじゃないですか。だからこそ、まあ、そういう先を見た上で今できることを何をしていくのか、それがすごく今後大事になってくると思います。そういったところでですね、必要なのは情報をどのように手に入れていくかですよね。で私は毎日新聞を読んでいますし、まあ、ネットとかでもできるだけ情報を得るようにしています。また本もいろいろ読んでいます。何のためかというと、まあ、自分より優れた人って世の中にいるわけです。で、その人が言っていることを学んでみると、今何が必要か見えてくるんですよね。ホリエモンの本にもあります、情報だけを武器にしろという本ですね。これ何かというと、情報を知っているものだけが先を見えるというふうな、そういったことを言っている本なわけですね。で、私自身もですね、なるべく
まあ、こうやって情報発信してるのは実は自分が情報を得るためなんですよ。なんでかというと情報を発信しようとすると嫌でも自分が情報が集まってくる、嫌でも情報を自分が集めるようになるわけですよね。だからこそ情報を手に入れていくためには逆説的ですけど自分の持ってる情報をアウトプットしていくっていうのはすごく大事になってくるわけですね。ということで私は毎日こういう動画での配信をやっておりますし、 YouTube、メルマガ、ブログでも情報発信をしています。それ何かというと情報をどんどんアウトプットすることで自分が情報を得て先の未来を知っていく、そしてじゃあどうやったらいいのかをいろんな方に伝えていくためであるわけですよね。今の、北海道の気候について、まあ、こういう先が読めないようなものであったとしても、まあ、毎年見ていくとだんだん暑くなってるなっていう実感もあるしデータもあるわけですね。であれば例えば早めにクーラーを買っておくとかそういう選択もできたわけじゃないですか。同じように北海道の人口も減っていくと分かってるんであれば今の間からですね準備を進めていくというのはすごく大事になってくるんじゃないかなというふうに思っております。ということで先を見ていくために情報を得ていこうっていうのがすごく大事なということじゃないかなっていうふうに思います。それをですね、まあ、北海道が今暑くなっているんでいろんなものが売れているよという話からお届けしていきました。まあ、こういった形の情報発信をですね定期的に行っていきますので、もっと見たいという方はいいねボタン、チャンネル登録ボタン、またプロフィール欄からメルマガ登録もできますのでぜひお気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。またぜひ見てください。